皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もゴーストオブツシマ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ノリオのクエストを無事に全完了させたところ、で今回ですね、まずハーンの鎧、これもね全部回収しておきました。まずこれをね完成させてからメインクエストいきましょう。さて全4部位、5部位、そこの方、これ強いのかな。ビジュアル結構いかついと思うんだけど、強くあってほしい希望としては。いかがです、鎧は見つかりましたか。もうこの手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね、わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。さあこれでクエストクリア。で報酬もこの鎧、コドンハーのために作られた鎧、これ強いのかな。この3つ、体力値アップと、あこれいいわ、ダメージ大きく減少で、一番最後、戦闘前猛攻兵に察知されるまでの時間がかなり長くなる。これ一番もしかして優秀なんじゃない。5作武家の鎧、気力、そうね、気力の 30% 回復、これを取るかステルス取るかっていう感じかな。猛攻兵、あとこれそうね、強化できるのかな。何と言われるだろうな。あと猛虎の仮面、猛虎兵の中でも優れたものだけが着用できる防具。いやでもこれ普通に間違われんだろう。これはどう見てもこれ猛虎兵ですよ。これ強化できるのっていうか、ちょっと見てみよう。防具、これがですね、ああこれねできないわ、強化できないんだ、猛虎の鎧。そっか、これで最後。まあでもこっちでもいいかな。ちょっとこれでやろうか、せっかくなんで。で、それと、弓の強化、半球、これで最後かな。弓の修繕をいたしましょうか。よし。こちらでいかがでしょう。恐れながら、長期も終わってる。私ではこれ以上鍛えられません。よし。じゃあそうね、まず、今日のクエスト、これいきましょう。伝承消えぬ炎。寒そうに触れてる旅人がいる。あれは誰だ。これ行ってみよう。ちょっと北上してこっち。あとね、そうだ。このゲーム、この神谷方ね、なんかね、寒さっていう概念があって、どんどんね、画面が凍ってきました。例えばね、こういった道とかかな。これから外れて、山とかに行くとね、どんどん凍っていくの。で、多分最後死ぬと思います。なんで、それも注意。火を探さないとっていう風に言ってた、ジンさん。で、こう、じわじわ凍ってって死にますと。特に連中はリアクションなし。いやー、でもね、このゲーム考えてみるとみんな失ってばっかりなんだよね。まあ当然なんだけど、得たものがさ、ほぼ何にもないっていう。しかも全員。なんで最後はそうね、ちょっとハッピーな終わり方してほしいけども。そうなるのか、ならないのか。さあ、ここかな。火をついてくれ。火はつきそうか。残念ながら、この濡れた薪と凍えた手では。変わろう。火をつける。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に炎天から城郭の山の峰ぞ落ちけるに、
由々しき者の父城岳の崖を登りて小村堤氏岩尾を見いずる。刃で小村振らるれば、小村は鋼堤ども、おの神はこともなし。暗示いだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふう民に恐るるなかれと説き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは城岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。行ってみようか。消えぬ穂村。炎って書いて穂村って読むんだね。登るのは私です。狭間さんじゃない、私です。まず山登れ。よし、これはまあ簡単だと思うんだけど、多分寒いのかな。寒いんだったらセリフがあるはず。凍えてきたとかね、なんか手がかじかんできたとかで、そう、火を中継していくのかな。ただ矢がある。なんで使うのかな。こっからどこに行く。こっちか。こう来て、どっち行く。そっち行きたいんだけど、熊かなあれ。寒いな。あ、そう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 、これね。いや、こっちかな。山を登れ。早く体を。いや、これどこだよ。山を登れ。こういうこと？火はないのか。火はないですね。おい、迷ったぞ、これ。どうなってる？ここら辺らしい。ちょっと左向いて、そっち？これどうなんだろう。あ、まずい。ちょい食らった。さらに。あー、これね、この椅子うまいな。なんか視界がこう、ドクンってなって、わかりにくいの。一発回復。これはどっちかな。こっちでこれ合ってる？山を登れ。登っております。どう？ここら辺、洞窟ないかな？しのげる場所。これどう行くんだろう？だってこれ火ないよ。一発回復。待ってね。これ何？もしかして吊り橋の方だった？死んだらどうなんだろうこれ。どっからかな？いや、なんかこっちで合ってる臭くない？走れ。どうだ？こっちだろ多分。うわ、めっちゃふんわりする。待ってね。これで、こっち？いや、何もないね。いや、そこになんかあったな。上に多分行けるっぽいんだけど、ほら、そこね。あれ、どう行くんだ？そこの木から行くんだ。となると、視点をまず見つける必要がある。ただね、見えないんだよな。そう、ここら辺なんだけど、上から来んのかね？なんだこれ。
まずね、そこの高いとこ行かないとこれダメだわ。ただ、ルートがわかんない。こっちかな？あ、でもこれはふんわりか。いや、これ困ったな。わからない。パッと見でわからない。しかも火がないし。これはミスったな、クソ。ミスったってか、わからない。情報がなさすぎる。どう？とりあえずマップ見るかじゃあ。こっからも行けないしね。寒さに強い鎧とかもないだろうし。となると。ああ、これこっちなのかな。どう？ね、でも火種もないし、あ、死んじゃった。これどうしよう。消えのホムラ、これ困ったな。どっから？ここに来た。石碑の前。これはもうアンロックしたらね。寒いな。どう登るこれ。かじかんできた。そう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 。こっからこうかな、じゃあ。これ謎くない？このままでは凍える。知ってる。さて、この正面なんだけど、正面なんだけど、あー、なんか上にあるぞ。あれ、どう行くんだ？まずい。多分上に行けば、凍えはなくなるのかな？そしたら。よし。こう行って、こう行って、一発回復。さあ、どうかな？どっち行く？見えねえ。そっち。あ、で、これで火か。よーし。早くつけ。これでまた進めそうだ。よしと、まず段取って文と書状かな。頂についた者はどれほどおるのだろうか。意気込みだけでは、意気込みだけではこの寒さに勝てん。疑問は残るが、頂きに眠るという答えにはたどり着けそうにない。空手で帰るしかないか。先に来た人ね。さあ、次のキャンプ、これ目指していきましょう。寒いな。この辺はなんかやっぱゼルダっぽいね。ブレスオブザワイルド。よし。時間できた。料理が欲しい。あったかい料理。うちの近所のね、なんか結構適当なカレー屋さんがあって、久しぶりに行ってみたらね、なんかね、お店の名前変わってました。シンコロ期間で全然やってなくて、閉店すんのかなっていうふうに思ってたら、これでまた進めそうだ。何のアナウンスもなくね、店名変わってた。びっくりした。よし。さあ次。ここで生き倒れた。あの人ね。さあ、こっからはもう、サクッといけるんでしょう。あと、まあ戦闘あるかと、戦闘あるかと思ったら、クマがいる。ただ、待ってな。今、クマを叩いてる暇がない。よし。火が見える。寺かな？この感じいいね。この世の地に道場。道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。声が高いな。酒井仁だ。よもやここに人がおるとは。頂きに着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすればホムラの剣を伝授いたしましょう。そんな簡単に。ここさ、これ寒くないのかな。この道場、自分寒さに超弱いから無理だな。ここは暮らせないわ。とりあえず物資もらって、そこにもなんかあるね。
で何、小石を拾え。多分着火剤かな。あやつと剣を交えれば技を得得できる。さて、まず開幕 DT 反則だろうっつって3発。小村の剣を侮ってはなりません。見せるがいい。まだビビってる。あ、それか。待って、これどういう判定なの。 赤かな。あれですね。いや赤。おい、それ無理、それ無理。なんだあれ、連山か。しかも4連山ぐらい。剣を侮ってはなりません。いや強え、こいつ。はい、出た。え、これ買わせなくない、こんなの。何これ。よし、まずいなして。小村の剣を侮ってはなりません。そうか、これあの火だめで気力が回復しないからか。ちょっとむずいの。まずい、これ。そう、連座が来る。 4連座で回避して、まずい、危ねえ。さあ、その石を太刀に打ちつけてください。これで火を待とう。よし、 R1。どう？あ、これね、ガーフなんだ、多分。ガード不能？よし。さて、ここまでといたしましょう。そうか。殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって、天からの授かり物であること、忘れてはなりませんぞ。よし。さあ、これで、なんだっけ。消えのホムラ。ホムラの剣ね。ファイアソード。これはいいね。2個。これどうやって補充するんだろう。多分怒ってんのかな。じゃあ、これで、山を下ろう。山を降りろ。これね、普通にトラベルじゃダメなのかな。こっから？あ、そうそう、ここにこのクマちゃんいるもんで、これは炎の矢かな。これでペチッとやってからの、よしでですね、装備やっぱりあれかな、いつものこれですね。武家の鎧、多分これが安定かな。一番と面砲、なんかいい面砲あったんだよな。なんだっけな、これか。ナスバーの怒り。これナスバーって読むのかな。ナスババーと、五作の兜、天外。これ見えてんのかな。五作の兜。よし。じゃあ、これでいきましょう。そうね、やっぱ火だめで、気力回復が大きいわ。あれは。あの恩恵は。で、こう下って、ここは大丈夫かな。よし。この高さは多分これ死ぬんだよな、逆に。こっからいける？よし。今年のゲームオブザイヤー、なんだろうね。人によってはまあ、この、ゴーストツシマね。こ
これあげても全然いいと思う。自分はやっぱりラッサスかな。あれはね、やばいね。なんかクリエイターであればやばさがわかると思う。と、正面。そこに。あれはね、キツネの木かな。キツネの巣か。キツネの巣。あ、ぶらぶらぶら、危ないよ。と、神社あった。一応見てからメインクエスト行きましょうか。でね、最後、ビアフォーシーのところに戻れ。500何メーター。待ってね。じゃあ先に、ちょっとキツネを拝んでから行きましょう。どっちだい？そっち。このね、雪のロケーションもこれすごいんですよ。特に、朝方かな？朝の時間帯とかね、すごいなんかもう、ものすごいブルーに澄み当たってて、空がね、さっきちょっと甘噛みしたけど、ものすごいブルーに澄み渡ってて、ほんとなんかね、日本の冬の空って感じ。どこに行く？これ結構遠いな。よし、で、残り4つ。5分のパワーアップ。じゃあ、これでトラベルしようか。今、ここにいて、多分、あ、神社ね、そうそう。神社未完了、攻めの5分。これもじゃあ、ちょっとやっとこうか。せっかくなんで。異様に近いしね、消えぬ炎。これは、待ってね、狭間さんね。声優さんのニュースって言うと最近、関俊彦さんか。忍たまの土井先生とか、あと、サイコブレイクの、ルビクだったっけ？あれも関さんね。あの方もシンクロにかかっちゃったみたいね。そう、声優さんのレコーディングはね、結構狭い空間で、マイクをみんなでこう囲む形でしますからね。一人持ってたらだいぶきついと思う。よし。いやーい。申し訳ない。こっからこう。よし。で、こうか。普通にこっちか。はい。そうそう。この晴れ方ね。これすごい綺麗なの。ほら。このブルーのグラデーション。で、お花を摘んでからの、こっから、ぴょんぴょん行く。はい。はい。そうか、この鍵縄もね、今となってはもうタカの遺品か、これカッペイさんの。あっ、あぶれあぶれあぶれ。さあ、この奥ほい、もうちょいかな。でもね、ソニーお抱えのスタジオはやっぱりすごいね。デイズゴーンとかさ、あとなんだ、ホライゾンとか、あとラッサスもそうね。おし、どれも本当に安定してるもん。 OK。 ダブ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 。で、これでクリアかな。攻めの5分。さあ、これね、五符入手。滝三日の五符。剣の神の五符。これですね。敵を倒す数秒間、近接攻撃の威力アップ。少し上昇か。まあでも、バンシだからいいかな。OK。じゃあこれで帰りましょうか。素材はもうないかな。物資もない。じゃあ、こっから帰れるかな。ここに物資。
さて、で、こっちね。これはそうだね。まあ、ここら辺かな。で、ここから約 300m。 ここの景色もこれすごいな。全部凍りついてんのか。木が。白い木になってんの。今のあれ何ダメなの？この大間さん。さあどうかな。これさ、戻ったら死んでるとかっていう展開なしよ。どう？ご無事で。生きてるね。命を落としかけたが、ホムラの剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何とぞ陰陽を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。さあこれで伝承すべてクリアで、さらに報酬先人の面法、不動の意志のみが武士に勝利をもたらす。これはどうかな、かっこいいかな。これはどうなんだろうな。なんか白いし、わしっぱなの極みだし、まあまあ一応装備しとく。どっちかっていうとこっちの方が良くない？これはちょっとこれなしかな。先人の面法、これ皆さん的にどう？なんか現代風ではあるよね。で、さらにスキン、女神の慈悲。アラムシャの怒りの炎は消えることはない。おーし。じゃあ、そうですね。すいません。今回ね、結構時間がいい感じになってしまったんで、一旦これで終わりにして、で、次回、メインクエストかな。これ行きましょう。結集。これが歯の砦攻め。多分もうクライマックスも近いでしょうか。次回ね、まずこれから攻略していきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ゴーストオブツシマでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。